俊介フィルムプレゼンツ The Talk Show。 The Talk Show は俊介フィルムの提供でお送りいたします。 Broadcasting from Komiten Studios in downtown Fukuoka Ladies and gentlemen 俊介フィルムプレゼンツ The Talk Show。 To be or not to be, that is a question。アナログかデジタルか、それが問題だ。始めていきましょう。 We are the Talk Show。 始まりました。なんと今日は2人ですけどもね、僕トムジーと手島葵でお送りいたします。はい、もう一人のホストマックスなんですけども、ウェズマックスですけども、しっかりねグッジョブしてるんですよね、マックスがお送りする英語の新コーナーマキシマムイングリッシュお届けしますんでね、こちらもどうぞお期待ください。楽しみに。はい、さあ、そしてですね、冒頭からデジタルかアナログかという ね、こういう定義を、はい、提案をしましたけれども、ね、今はミックスっていうか、うん、もう本当になんかいろんなものが見られる時代なんですからね、何がいいんだかよくわからなくなってきてます。ですよね、まあ、僕なんか40代半ばですから、ちょうど世代的に言えばアナログとデジタルの、まあ、狭間完璧ちゃんですけどもねですけどもね、だからこう結構ね、まあ、デジタルも便利でお世話になってるんですけども、やっぱりアナログがいいって思う反面もあるし、今日はちょっとそのあたりをあなたと一緒にですね見ていきたいなと思います。まあ、デジタルといえば最近はスマホ ね、レストランとかでもね、こうスマホを一人一人こう持ってるから、何人かおるっちゃばってん、何も会話せんでから、そう全然話さんとみんな公言やってから扱いよろ、あれなん、so what って感じですよ ね、ちょっと若い子になるともっとそれが激しくなるから、うん、あれなんか喋らんとねちょっと心配になるぐらいですよね。そう、心配になる感じ、うん、まあ、確かにでも便利やから、まあ、使いますけれども、 そうですね、そのデジタルの便利さとやっぱこう会話する ね、ヒューマンなところはね、もうちょっとこういいバランス取ってほしいですよね。難しい、まあ確かにね、いろんなツール出てますけれどもね、やっぱりスマホ、iPhone とかいろいろお世話になってますよね。お世話になってます、うん、やっぱ仕事には欠かせないですね、急になんか CM とかいただいたりとかすると音源を急に聞かなきゃいけないとか、That's right. もうそういうところになるとやっぱりもう手放せないです。手放せないですよね。そしてやっぱりシンガーとしては、はい、歌詞とか もう今ペーパーじゃないんでしょ。そう、 iPad を見てらっしゃる方が多いんですよ。だからでも確かにこう光ってるから急にこうライティングが暗くなったりとかすると見えないっていう時があるので、あるけども、たまに、うん、そう、でもやっぱりこう、なんかちょっとね、あんまりこうお客さんに対してなんか気持ちいいものではないかもしれないですね、この動きがね、っていうかさ、こういう動きとか、あと片手でこういう動き、もう全然僕昭和44年生まれですけど、昭和時代なかったですもんね。ゲームセンター嵐ぐらいですよねこれこういうのもないでしょ、この動き。これメンソレータム塗る時ぐらいでしょメンソレータム、そうですね。でもそっか、やっぱりそういうアーティストの世界でもデジタルはまあ便利だから使われてる。便利ですけれども、うちの監督なんかはね、デジタルとアナログの両刀使いでね、そうですね、まずこうパッと思いついたアイデアなんかはこうデジタルにしといて、それを紙に落として、でまたデジタルに戻ったりしながら、最終的にはまた遂行、ね、したりしますけども、 それを紙でやる、そのデジと穴をうまくこう使い分けてる、これどうですか。あれはいいと思います、なんかね、やっぱり結局なんか人が読むとか、これ出来上がりですよっていう時はやっぱ紙とかに起こしてもらえると、あ、ちゃんとできたんだな、そうそうそう、今からこれが始まるんだなっていうスタート感がすごいあるんですよ、なるほどね、そしてやっぱこう思考回路っていうのも、やっぱ僕ら小さい頃は紙で育ってるんで、そうですね、紙の上の方がね、なんかね考えやすいと、わかります、わかります、アイデアとかこうメモる分がね、デジタル結構便利だけれども、ね、んって言ってこうやってこうチェックしたりするのはやっぱ紙かなと思うんですよね。だから書いた方が覚えるみたいなのもありますよね。そう、だからそのアナログの良さとデジタルの良さをやっぱいいとこ取りっていうかね、今はね、すごい、そうするといいんじゃないかなと思いますね、そして映画の世界でも、フィルムとね、今 4K デジタルとかありますけどもね、ありますね、
めっちゃ綺麗、ね、4K ってなんねあんた4カラットのダイヤねみたいな大きい、結構大きい、結構大きいですよチコちゃん、うまいでいくぞ、結構大きいですよでもあのそういうフィルムとやっぱ 4K のデジタルの違いもあって、フィルムっていうのはやっぱあれグレインっていうんだって、うん、あのこう粒で光と影を表す、はいはいはい、ね、理論的に言えばね、うん、一方デジタルっていうのはこうピクセルっていうのでこう情報を読み込んでいるらしい、うん、ですからまあ比べようがないんですけれども、やっぱりこうアナログの方がこう質感としてね、あーそっか、オーガニックなこうヒューマンなタッチがあるんじゃないでしょうかね、柔らかみがある感じがしますね、うんうん、やっぱこうデジタルってなんかこうカチコチしてる感じ、四角い感じですよね、がしますよね、うん、確かに、そうか、そしてあと今で言えばあの本を読むのもね、あーそうですね、こうデジタルで読む人もいるし、変な風みたいな、変な風とかね、うん、そう、ほとんど言っとるよ分かる人は分かる、あれ確かにね、あの、まあ、カタログとか商品カタログとかもめくれるようになってるけれども、うん、そうですね、やっぱりね僕ら世代はね、紙の方がいいとよ、そうですね、本の実物の方が CD とかもそうですけども、うん、こう物としてあって、ね、こうね読みかけ、うん、ここまで読んだみたいなね、うん、あってしおりがあってですね、うん、そのこう手に持ってる感じとかが ね、いいね、読んでるって感じがしますよね、うんうんうん、あとやっぱこう音楽もねデジタルプレイヤーで聴いたりしますけれども、うん、やっぱりねライブとかで聴く生音がね、そうですね、それはおすすめします、良かったりするんですよね、僕あの先日吉井和也さんのライブに行きましたけども、うん、はい、彼がまあ MC の中で言ってた中であの印象的な言葉が、うん、やっぱり音楽いいだろ、生の音いいだろって言ってたんです、うん、説得力ありましたね、やっぱりね CD で聴くのもいいっちゃけど、うん、ライブってワンアンドオンリーだし、もうそこしかないでしょ、はい、ですね、でやっぱその時自分がそこにいて感じる音楽っていうか、うん、全身で感じれるわけじゃないですか、ですね、うん、その辺はどうですか、振動ですからね、うん、音楽はね、オンステージにいる葵ちゃんから見てそのライブについてはどうですか、あ、いやでもやっぱりライブって今、うん、その時に出せる声で、うん、今来てくださるお客さんのためだけに歌うので、やっぱ本当にワンアンドオンリーですよ、うん、ね、その人たちのために歌うんで、うん、ね、そしてライブといえばあのあれですよ、うん、僕がこの間ね小袋にも行ったんですけども、隣にねいる女の子がね一緒に歌いながら泣き音泣き音しちゃうと、もうねそういう心の震えみたいなのがね、あったかみっていうのがダイレクトに伝わるじゃないですか、ライブってやっぱ CD もね家で聴く分いいですよ、そうですね、車の中で聴く分いいですよ、うん、ですけどやっぱりこうライブっていうのもねアナログ感満載でいいですね、僕はそういうところにねあのアナログがいいなってやっぱ思いますけど、葵ちゃんはどうですか、そうですね、うん、最近は思うのはあのファンの方にいただいたんですけど、うん、つくづくいいなと思って、何ですかそれは、万華鏡、わー、それ何、ま、宇宙用の僕はあのポスト封筒かと思いましたけど違う違う、まあ、ゲームとかじゃないんですけど万華鏡っていうものを、あ、ちょっといいですか、はい、もファンの方に実はいただいたんですけど、じゃあちょっと、はい、ぜひ見てみて、ふよー、いや違う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 尺八じゃないですね、使い方間違ってる、不健不健です、 Let's go、 違う違う、これでも違う、チャ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 、ぽいぽいけど違うマラカスでもね、ちゃんと使います、ちゃんと使います、お、うん、その時にしかない柄を見られるっていう万華鏡、うわあ綺麗、まあ、ね、日本独特のものではきっとないのか分かんない、どうなんだろう、ちゃんと見える見える、見えるぞ、青い見えるぞ、富士山が今日も遠いな、富士山すごい遠い、あ、ごめん、じゃあ阿蘇山ぐらいにしとこうか、阿蘇山、阿蘇山がいいと、いや、これをプレゼントいただいたわけですか、あ、横から見たらこれちゃんとね、これはオイルかな、そう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 、オイルだと思うんですけど入ってんだね、綺麗な石とかガラスとかが入ってる、本当にその時だけしか見えない柄、二度と見えないんですよ、その柄は液体の中に入ってるから、そう、同じものはない、 Never be the same、 そう、これこそアナログ、うーん美しいな、待ってるよピーターパン今行くからな違う話、違う、ありがとうございます、これあのトムからの書簡になってます、ね、いやありがとうございます、はい、違う違う違う、万華鏡だって
これでもう数時間遊べますね、これね。そう、これ本当に綺麗なんですよ、うん、ありがとうございます。いやでもこういうあのデジタルじゃなくてアナログなものっていうのはなんかこう、うん、やっぱり人間の心に響くからいいなと思うし、でも一方でこうデジタル便利だなって言って頼ってるとこありますよね。うん、でもバックアップ取ってるちゃんと。そういうのが全然取ってない。わからんめ。だからもう携帯をなくしたらもうはーってなります。はーって。でも実際なくしたらはーじゃ済まないと思うよ。確かに。めっちゃへこむかもしれない。いやでもつくづく僕は40代半ばで、うん、あーアナログな人間だなと思いますが、まあ、これからやっぱデジタルもちょっと勉強していかないかんちゃろうねと思いますね。そうですね、うん、やっぱ時代に取り残されないように。ちょっと前あったじゃないですか、あのコンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、懐かしい、イエイイエイ、僕も大好きさみたいな。だからおじいちゃんおばあちゃんになったぐらいの世代の時にはちゃんともうね、あデジタル分かるよみたいな感じにね、したいと思いますね、うん、でもやっぱりこうアナログのハートはね、うん、忘れずに過ごしていきたいなと思います。ということで、デジタルアナログトークお送りしてきましたけれども、はい、葵ちゃんやっぱりアナログでしょ。そうですね、アナログがいいです、ね、アナログで、ね、はい、レコード回しながら ね、 ね、あの針を置く時 の、 あの緊張具合とか ね、 ね、あのノイズとかもね楽しめるような、ドーナツもいいですね、心の余裕を持ちたいなと思います。ということでこの時間は僕トムジーとルスマオイでお送りいたしました。はい、The Talk Show、 ぜひホームページそして YouTube チェックしてください。よろしくね、またね。 See you next time. It's time to talk. The Talk Show. The Talk Show. この番組は俊介フィルムの提供でお送りいたしました。 The Talk Show のホームページthetalkshowradio.com thetalkshowradio.com をチェックしてください。 YouTube からもエピソードが視聴できます。ぜひチェックイット。